ベルニックの共同創設者 CEO の中村さんです。皆さん拍手をお迎えください。どうぞ。<laughs> よろしくお願いします。じゃお願いします。えー、どうもおはようございます。この、えー、現在ですね、地球上の上には30億人の人が1日2ドル以下で生活をしています。 で5年ほど前なんですけれども、このような人々の生活を劇的に改善することができるような、非常にシンプルなテクノロジーが出てきてまして、これを見つけたときに、すごいなと思ったんですね、例えばこれ、ライフストローっていうんですけども、これが私が最初に、まあ、知り合った途上国向けのテクノロジーなんですけれども、まあ、井戸や川の水をそのまま、このストローを通じて飲むと、安全な水に変わっていると。 いうようよななものなんですねでこれはなんとすごいものがあるんだとこんなシンプルなもので,でこれはですねあの途上国でお医者さんがいないところでも、えー、自分で、えー、視力の矯正ができるような眼鏡なんですねこれ横にこう、えー、丸いのがついてますけれどもあれでこうあのシリコンの量を調節して、えー、度数が変わるんですよねこれなんと素晴らしいんだなと。 思ったんで,すよ、ね、でもしばらくして、えー、あの分かったのはです、ね、そんな単純なもんじゃないと実は我々がこれいいんじゃないかなと思ったものでも必ずしもその途上国の貧困層の人々に受け入れられるものではないなということを日々学んできたと。 ということなんですが何で私がこんな話をしているかというと、実はあの私の、えー、大団体、コペルニクという団体はです、ね、途上国の非常に、えーまあ、ラストマイル、遠いところにです、ね、このような、えー、途上国向けのテクノロジーというものを、えー、と届けるという活動をしていますで。どういったものを届けているかというと、例えばソーラーライトですね、途上国で電気が通っていない場所。これ えー、映像がちょっと出てませんが、えー、電気が通ってない場所では灯、えー、油ランプを、えー、燃やしてるんですがそれを変えるものとしての、えー、ソーラーランタンであったりあのー 調理をですね、薪を使って、このように煙がもくもく出る状態でやってるんで、それをまあ効率的にするようなものであったり、飲み水ですね、汚い水を簡単にきれいで安全な水に変えるようなテクノロジーであったり、えー、水の運搬、非常なあの女性、子どもに対する負担になってるんですが、それを簡単にするようなあのテクノロジーであったりと、このようなものを 普及をさせてきましたで活動を始めてです、ね、3年ぐらいになるんですけれども今まで,で11カ国で、えー、約8万人以上の方々にテクノロジーを届けてきましたしかしその中でさまざまなことを学んだんですね一度あのテクノロジーを持っていった時に使っている人にこれどうですかというふうな意見を聞くようにし,てしたんですね。そうするとあの えー、分かってきたことが色々ありますこれはあのソーラーライトで、えー、これ左側のものと一緒なんですけれどもこれは非常にどこに行っても人気があるんですねで、えー、実はでも右側の方が人気がより高くてこちらはその明かりだけではなくて携帯電話も充電するというような機能がついているとでこ,のこれもソーラーライトなんですけれどもあんまり人気がないんですよで卓上ランプの形をしてるんですがどうもこう安っぽく見えるということで これかなりあの明かりは強いんですけれども、あ,のあんまり、えー、途上国に行くと、実は人気がないという,、えーいうえー、ことです。でこれはです、ね、非常に人気がある浄水器なんですが、上にその汚い水を入れるとあの、上が重くなりすぎてあの、バランスが悪くなるということであの、ここなんとかならないかというフィードバックを受けたり、他の色がないのかという、えー、コメントもいただいたり、えー、してます。 でこれはです、ね、太陽光の熱と紫外線でバクテリアを殺すというようなものなんですけれどもかなりその水をきれいにするのに時間がかかりすぎるということと1回の容量がかなり少ないということであ,のあまり評判のいいテクノロジーではないんですね。でこれはあの非常に燃料効率のいい調理用コンロなんですがこれを使うと薪を使う量が減るんですよ。 薪を使う量が減るということは女性、子どもが薪を拾いに行く負担が時間が大幅に削減するということが実はロジックなんですけれどもこのデザイン上少し問題がありましてこの薪をだいぶちっちゃく切らないといけないんですね使えないと。ということは薪を取る時間が減っても薪を切る時間が増えてしまってこれは時間の削減にはなっていないということでなかなかこれもそのまあまあの評価しか得られてないんですね。 でえー、このようなあのフィードバックをどんどん集めているんですが、最初の、えー、テクノロジーに戻ってこれ、これなんですね、これ、ライフストローっていうんですが、これ、実はあのほとんど人気がないんですよ。私が最初にこれ、いいなと思ったんですが、実はこれ、毎日、このストローを通じて水を飲もうという人はた多分いないですよね、よく考えると分かるんですが、まあそうだなと、まあ、ただあの、緊急時ですね、には非常にいいと。でこのメガネ こんんなな感じなんですがちょっとこれ、かけるの恥ずかしいと, <laughs> <laughs> ということで、まあ、それはそうですよねで、ちょっと重たいんですね、これ、あの中に液体が入っていて、なので、あのなかなかあの普及しないと、まあ、e ニュースはですねこの会社が、そうかということで、少しかわいいデザインで、えーえー、軽いもの、モデルを最近作っていて、ですねそれを我々を通じて、あの実際の,あの市場のテストをしてみようという、えー、話になってます。 でその皆さんがどう言うか楽しみなんですけどもこのようにですねあの実際にテクノロジーを持っていってフィードバックを取るということもやってるんですけどやはり我々で大事にしているのは途上国の人にも選択肢を与えるということなんですねでこの取り組みの一つとして我々はテクノロジーフェアということをやってましていろんなそのものをですね実際に持っていって あのお披露目会をすするんででねこのような形でそれで例えば、えー、あのライトでもいろんな種類を見てもらってその中で彼らに選択肢を提示した中で、えー、これという必要なものを選んでもらうというような活動をしてますやはりそのここですごく気づいたのは我々がいいと思っても途上国の人々がいいと思うとは限らないということなんですね。 このような活動をしておりますのでもし、えー、もし、えー、ご興味がある方はぜひウェブサイトコペルニックドットインフォドスラッシュ JA まで、えー、ご覧いただいて活動を、えー、もう少し、えー、理解していただければなと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました。 このソーラーランタンですか?。すごいいいですよね。そうですね。これ、あの。おいくらなんですか?これは。八時間充電して、八時間使えるんですけど、<ー>実は、えー。すぐ迎えのハリウッドビューティーサロンで。これ発売してます。あ, 4, あ、そうなんですか。で四千。四千二百円。四千二百円、一つ販売してます。4, ぜひ、どうぞ。あ,あ,ありがとうございました。各人お願いします。